納豆でじこむ。どうも、ロボチューバーのアンペロボルタです。今犬型ロボの最終版を設定してます。これはもうちょっとで設定できるんですが、その中で納豆の取り付けをどうするか悩んでました。まあいつも悩むんですが、いつもはこんな感じで納豆を挟み込む形にしてるんですが、ちょっとサイズが大きくなるんですよね。ってことで、もうちょっとコンパクトにするために埋め込みを試してみます。調べるとインサート納豆は厚めでトゲトゲしているみたいですが、今回は通常の薄い納豆を埋め込みたいと思います。インサート納豆と同じように熱をかけて PLA を溶かせば埋め込めそうですが、熱をかけるのはちょっとトラウマが。どうすれば。待てよ、熱をかけず PLA を溶かす。アンペロボルタに電流走る。まあロボなんでもともと走ってるんですが、このいつもの接着剤を使えば熱をかけずに溶かせるはずです。ただこの納豆は厚みがそんなにないので接触面積が小さく、通常の圧入だとすぐ取れちゃう気がしますが、まあ一回試してみます。ということで埋め込みテスト用の部材を作りました。納豆ちょうどの大きさと、これに対して 1.05倍 1.1倍 1.15倍 1.2倍のパターンと、それぞれの角や面に溶けた PLA が抜ける水をつけたパターンを準備しました。ギリギリ入るパターンを見つけて、納豆を入れて接着剤を流し込んで、柔らかくなったら再度押し込みます。24 hours later 固まったものがこちら。固まったんですが、溝があるパターンは結構隙間がある。試しに引っ張ってみると簡単に抜けちゃいました。溝がないパターンはそこそこ強くくっついたんですが、結局取れちゃいました。やっぱり納豆が薄かったか。ということで、こんな感じの蓋をするタイプにしてみました。納豆をはめ込んで蓋をして、あれ、穴開け忘れてた。蓋をして接着。24 hours。 この方式だと納豆を完全に埋め込めるので、こんな感じで頑丈にできますね。蓋の分厚くなっちゃうけど、犬型ロボにはこれを使ってみようかな。ということで、今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。